初からや。アスカ、忍びの道を極めるまでは。アスカ、聞こえないのか。アスカ、いい加減にしろ。忍びの道は極められたか。え、キリア先生、なんで知っているの？大きな寝言だったからな。あ、とか、うん、とか。え？アスカ、眠気覚ましだ。秘伝忍法のところを読んでみろ。己の限界を超えるためには大自然の力を借りて戦うべし。これすなわち忍びの断りなり。お前たちも知っての通り、アスカはガマ、イカルガは火の鳥、カツラギは竜、ヤギウはイカ、ヒバリはウサギと自然の力を借りて秘伝忍法を発動させている。はい、私たちの必殺技です。秘伝忍法を使うためには秘伝忍法書という巻物が必要となる。お前たちがいつも肌身離さず持ち歩いているものだ。あたいはスカートの中に隠してるよ。私は胸です。え、胸？気になる、気になるね。本当に隠してるのか確かめさせろ。やめて。いいからいいから、じっとしてればすぐ終わるから。カツラギ、授業中にセクハラはやめろ。アスカ、次を読め。はい、超秘伝忍法、それすなわち
超のつく秘伝忍法なり。これしか書いてありません。なぜこれしか書かれていないか、理由は明快だ。超秘伝忍法書は我が校の宝であり、内容も極秘となっているからだ。何が書かれているんだろう、読んでみたいな。次は基本体術の授業だ。全員屋上に集まれ。どれにしようかな。忍びには悪人と呼ばれる者もいる。はい、知ってます。悪者の手先になる忍びですよね。ひばり、許せないな、そんな人たち。私たちは正義のために働く善人を目指すんですよね。我が校に来た時点でお前たちはすでに忍びの一員だ。学生気分は捨ててもらう。俺はお前たちを忍びとして仕覆だから、お前たちも忍びとしての覚悟を持て。はい、よし。では隠れ結界についても説明しておこう。忍びの血統空間、それが隠れ結界だ。忍びは戦闘モードになると一定範囲の空間を封鎖して一般人の侵入を遮断できる。隠密行動にはとても便利だが、一方デメリットもある。忍びは隠れ結界の発動を認識できるため、敵に自分の所在を知られてしまうことにもなるからだ。ふむふむ、なるほど。では実際に戦闘訓練に入るぞ。敵は俺が忍術で作り出したダミーだ。今日は学校は休みで一般の生徒はいない。誰の目も気にせず思う存分やってみろ。それでは戦闘訓練開始だ。よし、ひばりちゃん頑張ろう。うん、忍びます。忍開始。
何が一番早くだ。残っているのはお前とひばりだけだ。え？カツラギ、イカルガ、ヤギウはもう忍び部屋に戻っている。なんだ、とほほ。ひばりが戻ってきたら、お前たちも忍び部屋に戻るぞ。落ちこぼれ気味。自分でも信じられない評価です。これならいけそうです。ひばりちゃん、どうしたの？何も言ってくれなきゃわからないよ。怒らない？怒るわけないじゃん、私たち仲間なんだから。でもほら、言って。ひばり、秘伝忍法書をなくしちゃったの。キリア先生に怒られちゃうよね。いや、それ怒られるだけじゃ済まないと思うよ。やっぱりそうだよね。授業開始まであと少し、私も手伝うから一緒に探そう。ありがとう。で、落とした場所の心当たりは？商店街で転んだ時に落としちゃったのかも。よし、早速行ってみよう。どこだろう。道に落っこちてもないし。ん？あそこにいる人。ひばりちゃんの秘伝忍法書を持ってる。ちょっと、それ返して。あっ、前に忍びます。任務開始。あんだけの
聞いているんですけど。私の話を聞きなさい。ごめんなさい。なんで喧嘩をしていたのですか。私でよければ仲裁させていただきますが、最初はみんな楽しく話してたんです。帰りに何を食べようかって。そしたらみんな食べたいものが違って喧嘩になっちゃって。そういうことですか。それで皆さんは何を召し上がりたいのです。私が太巻きで、カツネがラーメン、ヤニューちゃんがスルメで、ヒバリちゃんが甘いもの。本当にバラバラなんですね。わかりました。難しい問題ではありますが、クラス委員として責任を持って尽力いたしましょう。スルメとラーメンに太巻きとスイーツでしたね。このどうしてでしょう。店がみんな閉まっていますが。なるほど、不良の方々が暴れているからですか。商店街の営業妨害を黙って見過ごすわけにはいきませんね。して当たり前ですわ。これでみんなが食べたいものを買っていけますね。ちゃんと全員分買ってきましたよ。やった！その上で私なりに調理してみました。
てスルメラーメン太巻きエディションミーツスイーツ。やっぱりみんな友達ですし、同じものを食べるのがいいと思いまして。これはなんて表現すればいいのか。でもせっかくイカルガさんが作ってくれたんだし、ここは思い切って。あれ？これは意外といけます。そうでしょうそうでしょう。だけどやっぱり普通の太巻きが食べたかったです。あら、ひらめきました。おかえり。どれにしようかな。決めちゃいました。よし、行くぞ。行ってらっしゃい。あった。
かどうか。いってらっしゃい。ホームラン。舞い順次よ。歯応えのない。いい評価だな。感謝する。この技は使えそうだな。どれにしようかな。